続いては幅広い世代に親しまれているドラえもんの主題歌、夢を叶えてドラえもんをお送りします。ドラえもんは長年にわたり放送され続け、世界的にも高い人気を誇っています。こんな時ドラえもんがいたらいいなと思ったことがある方もたくさんいるのではないでしょうか。私は行きたいところにすぐに行けるどこでもドアがあったらいいなとよく思います。本日は現在公開中の映画のび太の宝島で星野源さんが歌う主題歌とともに特別バージョンでお送りいたします。それではお聴きください。ありがとうございます。